これは低温調理した胸肉です。美味しそう。いただきます。今ね、トレーニング直後ということで、帰宅したら速攻ね、ご飯を食べます。もうすぐ作って、ある程度準備はしてあるので、で、低温調理したお肉をちょっとフライパンに乗せて油引いて焦げ目つけて、で、すぐにサルサソースかけて塩コショウ、ガーリックペッパーかけました。ガーリックパウダー、はい、を食べます。この胸肉をね、絶対美味しいでしょう。いただきます。めっちゃうまいんだけど、焦げ目とかつけた意味ないね。普通に全然冷たいですね。コストコのサルサソースなんで、ぜひコストコ行ったらね、買ってみてください。めちゃくちゃヘルシーです。うん、うまっ。低温調理してあるんで、めちゃくちゃ食べやすい。ナッツはね、食べ過ぎるとね、カロリー高いんで、あんま体に良くないというかね、あれなんですけど、適量、少しぐらい食べる分には体にいいんで、ちょいちょいつまんでます。うまっ。これはアイハーブですね。止まんないんだよね。それがやばいんだよ。すぐ閉める。うまっ。体がベトベトなんで、パパッとお風呂入っちゃいます。お風呂入って、シャワーですね。シャワー浴びて、全身にアボタニカルのオイルを塗ります。結構どうだろう、綺麗とは言えないんですけど、汚くはないと思うんですよ、僕の肌って。これのおかげだと思います。はい、これは本当に効果を実感するので、おすすめ。全身にね、特に夏場ね、夏場特に海行ったんで、結構乾燥とかしてたんで、これは常に持ち歩くレベルで塗ってましたね。で、これ塗ったら、化粧水とか保湿とかして、はい、それで終わりです。OK、 ドライヤー終わりです。なんかね、最近めんどくさくてドライヤーをしないことが多々あります。ただやっぱりね、傷んじゃうしね、髪にも、
はい、頭皮にも良くないんで。まあ暑いじゃないですか、この時期って。あのドライヤーやりたくないんだけど、やりました。というわけでこっち来て、暑い、こっち涼しい。これね、カルキ抜き。はい、じゃあ今ね、もう洗い物も終わったということで、で歯も磨いたんで、最後ですね、本当に最後。クレストっていう、なんかホワイトニングなんですかね。もう歯にいいのか悪いのかは置いといて、なんかもう半年ぐらい前に買ったやつをずっと使ってなくて、使おう思っててずっと使わなかったんで、最近使うようにしてます。最近って言ってもまだ2回目なんだけど、はい、これをね、ありますよ。アイハーブでね、売ってるんで、ぜひチェックしてみてください。地味に高いんだよね、これ。そう、まあだからピンキリだと思うんで、いい値段するってことは聞くんじゃないですか。で、結構聞くって噂を聞くので、こうやってね、シートがあるんですよ。で、これを剥がして、まあ、使い方はめちゃくちゃ簡単。3回目ですね。本当は鏡とかね、見た方がいいんだけど。こんな感じで、下にも貼ります。はい、貼り終えました。見えないか。で、気をつけてほしいのが、僕これ前とかこの前、寝る前に貼って起きるまでずっとつけっぱだったんですよ。そしたら、その日一日中、歯が激痛でした。痛かったんで。これ30分ぐらいなんですよね、本当は。なんで、30分でやめた方がいいと思います。はい、マジ気をつけてください。めちゃくちゃ痛かったんで。はい、もう寝たいんで、まだ30分も経ってないんですけど、剥がします。で、脱いでる理由は、別に水つけたいとかじゃなくて、暑い。暑いから、このまま寝ます。はい。剥がします。うん、上、分かんない、白くなったか分かんないです。 OK、 寝ましょう。というわけで、うん、8分いったのかな、分かんないけど、こんな感じでしたね。寝ましょう。で、時間は今12時55分。まあ大体僕今ね、寝る時間はそうですね、1時ぐらいが多いかな、1時前後ですね。で、まあ朝は早い時はまあ7時前に起きて、遅い時は9時とかに起きてます。はい、というわけで寝ましょう。グッドボタンお願いします。はい、グッドボタンね、チャンネル登録もね。はい、おやすみなさい。